皆さん、こんにちは。ベクセン講師弁理士ののとみです。今日は一発合格者対談ということで、見事一発で合格されました、大坪さんに、来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、最初に、簡単にで結構ですので、自己紹介の方をお願いいたします。はい。私は大坪良一と申します。現在製造メーカーに勤めていて、その中で知財部門に所属しております。本日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今のお話の中で、知財部にいらっしゃる、はい、ということなんですよね。前から知財部にいらっしゃったんですか？もともとは技術系の仕事をしていて、はい、それから知財部に移動することになったような、うんところでございます。あ、そうですか。はい、弁理士を、目指そうと思われた、なんかきっかけってのお仕事かなんかですか？はい。はい、やっぱりこの知財部に移動することになって、うん、知財に来たからには、その高い専門性を身につけたいなというふうに思ったことと、はい、その部門の先輩に弁理士の方がいて、うん、その専門性を生かして、こうバリバリ仕事をする姿に、憧れて、弁理士を目指すことにしました。うん、よく、弁理士を目指そうかなってなってから、その知財部への移動を願いを出すっていう人をね、うん、よく聞くんですけど、大坪さんの場合逆な感じですか？先に、なんかきっかけがあったんですか？その移動には。はい。技術職の時に、その警告書対応をする機会があって、はい、もうそれまでは特許をたまに読むぐらいだったんですけども、うん、そうしたら警告書とか、そういう知的財産っていうのは会社を運営していく上で非常に大事なものなんだなってことを身に染みて感じるところがあって、そこで興味を持って知財部に行きたいというふうに希望を出しました。そうなんですね。開発部にいらっしゃった頃は、何年ぐらいいらっしゃったんですか、そこに。はい、全部で4年弱ぐらいいました。うん、なるほど。で、今、知財部に移動されて、どれぐらいなんですか？はい、知財部に来て、ちょうど3年ぐらいになります。うん、そうですか。まあ、じゃあ、もうちょっとで、こう、半々ぐらいですかね。うん、そんな感じです。弁理士になられる前に、もう、じゃあ、知財部だったんですね。そうです。うん、で、なられて、そのままじゃあ、知財部で、社内弁理士として。はい、うん。そういうことなんですね。知財部結構大きいんですか？そうですね。数十人いるので、ちょっとその、どれ、うんうん、大きさが大きいか小さいかちょっとわからないんですけども、数十人ぐらいの知財部。弁理士がですか？あ、弁理士はその中でも数人ですね。うん、ああ、そうなんですね。はい。なんかあれですよね。前、体験記かな？中で、先輩がうちのクラスの出身で行ったみたいな話をちょっと耳にしたんですけど。はい。うん。うちのクラスの出身の方から、その、あれですか、紹介みたいな感じで。はい、その通りです。あ、そうなんですね。先輩です。じゃあ、いろいろ、まあ、そのね、選択肢ってあったと思うんですけど、勉強する。うん。うん、じゃあ、その、レックを選んだ理由っていうのは、そういったところだったんでしょうか？はい。そうですね。やっぱその信頼できる先輩でしたので、うんうん、その先輩がレックを選んで勉強して、弁理士になられたっていう話を伺って、うんうん、自分もこの先輩が言ってるんだから大丈夫だと、そう思ってですね。そしたらレックにしようって決めました。そういうことなんですね。まあ、レックには、通信クラスのチームもあるんですけど、うん、通学を選ばれたなんか理由っていうのはあるんですか？うんうん、はい。なかなか通信だと自分の性格上続かない、集中力が続かないかもしれないと思って、こう、まあ、無理にでもそのペースを作るという意味で学校に通うっていうところが自分には合ってるかと思って通学を選びました。ちなみに通学時間ってどれくらいかかって通学されてました？ですね。家を出てから校舎に入るまでぴったり1時間ぐらい。ああ、そうなんですね。はい。そしたら往復で、まあ、2時間ぐらいってことでしょうか。うん、はい、それぐらいです。うん、まあまあな、じゃあ通学時間ですよね。まあまあな。そうですね。じゃあその間とかも、まあ、結構勉強されてたりとか、ちょっと後でまた勉強、どんな勉強を、ね、はい、されてたのかお聞きしますけれど。はい。そしたら、あとこの1年合格ベーシックコースとは、別に何か、オプションというか、プラスされた講座って何がありましたっけ？はい、このベーシック講座と、あと合格ナビゲートゼミと、うんうん、はい、とそれ以外のゼミ、あと、高橋先生の論文レベルアップゼミ、はいはい、年末道場、
で、のとみ先生の担当ゼミ、直前道場、うん、論文直前と、うん、その論文の直前の道場を受講しました。うんうん、なるほど。まあまあ、じゃああれですね。結構、スタンダードな感じですね。そうかな。それもあれですか、先輩の何かアドバイスがあったんですか？そうですね。先輩からアドバイスいただいたものもありましたし、うん、まあ、講義の中でお話を聞いて、これ向けた方がいいかなと思って自分で選択したものもあります。うん、なるほど。その、コース以外のところで、一番これ結構大変だったな、みたいなのってあります？うん、ああ、そうですね。まあ、勉強、そうですね。やっぱたくさん多くの知識を習得しないといけないっていうところで、うん、ちょっとですね、少し質問の趣旨と違っちゃってるかもしれないですけども、はいはいはい、とにかくたくさんのものをインプットしなければならないというところが一番辛い、うん、大変だなと思ったところです。うんうんうん、なるほど。論文のゼミと担当のゼミと両方取られてたじゃないですか。はい、今、論文のゼミは高橋先生の方で担当されてましたよね。はい、で担当ゼミは結構こう、うん、問答があったじゃないですか。で結構皆さんなんか緊張して、はい、もうなんか、その3時間があっという間だって皆さんおっしゃるんですけど、結構大変じゃなかったですか？緊張感はすごく高かったです。うん、その緊張のおかげで、うん、かなりそこでもインプットされたんじゃないかなと思っています。そうですよね。自分が当たった問題特に、ね、はい、忘れられないですよね。その通りだと思います。はい。そしたら、まあ、特にベーシックコースのことをお聞きしたいと思うんですけど、はい。まあ、私自身の講義とか、で、あと、まあ、教材ですね、いろいろあったと思うんですけど、はい。どんなところが、まあ、良かったかっていうところをお聞きしたいんですけど、うん、はい。そのカリキュラムについてなんですけども、うん、まず入門講座から始まって、うんで、オーバーラップすると思うんですけども、論文基礎力完成講座があって、うんうん、担当基礎力完成講座があって、こう3回できるっていうところで、うんうん、その3回、少なくとも3回は復習をするということで、その非常に知識が定着したんではないかなというところが良かったかなと思っています。ちょっと先生のことも言うのちょっとあれなんですけど、そうですね。なんか、自分で聞くのもね、なんか変な感じなんですけど。まず講義が、その声がすごく、明快なっていうんですか。通る声で講義してくださって、はい、特に入門講座の時は、その、家に帰ってから、その講義をもう一回復習する、音声で復習するっていうことがあったんですけども、うん、もうそこでも、倍速にしても、明確に聞き取れるっていうところがあったんですね。倍速で聞けました？倍速で聞けましたね。うん、結構私、早口だって言われるんですよね。だから、まあ、2回目、3回目だと、だいたいまあ、耳がね、うん、だんだん慣れてきますよね。うん。あ、倍速でも聞けると思います。あ、そうですか。本当、はっきりお話しくださるので。あ、そうですか。うん、よかったです。じゃあ、その勉強法の中で、結構その、はい、講義を録音して、うん、で、それをこう聞くっていうことって、割とされた感じですか？そうですね。うん、特に入門、講座の時はもう本当にひたすら聞き続けるっていうことをしましたし、うん、短期層に入ってからもちょくちょく聞くようなことをしていました。うん、まあ、弁理士のこの、はい、まあ、受験生って結構、うん、なんだろう、社会人の方多いですし、うん、はい、勉強時間の確保って結構皆さん悩まれるんですけど、うん、ざっくりでいいので、はい、大坪さんのその、普通のお仕事される日、平日の、その、はい、なんだろう、こう、一日の、こう、過ごし方みたいな、どこに勉強時間入れてたみたいなところを教えていただけますか？わかりました、はい。そうですね。まず日中は仕事をしていて、うん、結構朝弱くてですね、朝勉強することが できずに、うん、お昼もなかなか小刻みにこう、勉強することができなくて、うん、夜にまとめて時間を取ってやっていました。うん、帰宅時間というか、その残業とかもなかった感じですか？うん、時期に応じて残業時間はある程度、うん、職場の支援もあって、ある程度融通を聞かせてもらえたっていうのと、うん、あと、まあ、テレワークが多かったので、なるほど、うん、そこはかなり勉強時間確保に大きな影響を及ぼしたものと思っています。うん、なるほどね。まあ、その、ね、通勤時間いらないですもんね、テレワークだったらね。はい、そうですね。なるほど。
そしたら、朝、よく早起きして勉強して出勤するっていうのを、うん、私もなんか何度か、講義の中とか、はい、あとフォラポソなんかの中で、うん、お話ししたことあったと思うんですけど、結構それはもう僕無理だって感じでした。そうですね。トライしようとし、うん、トライしたんですけども、うん、なかなか、集中できなくて眠くなっちゃって、うん、ね、うん、体質とかありますよね。私自身もね、なんかそうは言っても夜型だったので、夜勉強う、うん、結構してたんで、わ、うんうん、かるんですけど、やっぱりなんかありますよね。その今まで自分がこう勉強、うん、ね、学生の頃とかも夜型だったらやっぱりね、うん、うん、まあ、自分が勉強できる時間が一番ねいいので、じゃあまとまって結構勉強時間を取ってたって感じなんですか。そうですね、うん。夜にまとめてやってました。うん、でその時間も、こう、音声データ聞いたりとかされてたんですか？あ、はい、その時間も音声データ、家の中を散歩しながら聞いたりとかですね。なるほど。通学の時間、なんか、1時間、1時間あるっておっしゃってましたけど、その、はい、その時間どんな感じで過ごされてました？そこも歩いてるときは音声を聞いて、うん、電車に乗ったりして、こう、本を読めそうなときはテキストを見るっていうような勉強です。ね、そうですよね。まあ、ね、この、時間とか、その、勉強できる環境に応じて、勉強のね、こう、内容を変えていきながら、はい、まあ、一年間過ごされたんだと思うんですけど、うん、だいたいトータルでどれくらい勉強されました？そうですね、口述までで、2000時間ぐらい。あ、やっぱりそれぐらいかかる。そうですよね。選択科目は免除なんですよね。はい。そうですよね。うん。よく最低1500とか言うじゃないですか。うん、でも結局、口述終わるまでだと、まあ、一発の方でもやっぱり2000前後ぐらいはね、うん、かかりますよね、どうしてもね。うん。じゃあ、平日は、だいたいどれくらいの時間を取られてた感じですか？はい。平日は、だいたい3時間を目安に勉強してました。うんうん、で、まあ、土曜日に講義があって、うん、まあ、日曜日もね、入ることはありましたけど、うん、はい。ない時はどれくらい勉強されてた感じですか？はい。だいたい週で全部で、トータルで30時間ぐらいになるような目安でやっていたので、平日3時間で、土日は講義も含めて15、6時間ぐらいやっていました。うん、そっか。そうですね。でも6時間、ゼミ受けられてたんだったら、最大で9時間ですか？じゃあ土曜日。そうですね。それぐらい。そうですね。すごいハードですね。よく考えたらね。そうですよね。なるほど。そしたら、じゃあ次に、はい、まあ、その教材の中で、うん、うちのクラスで、まあ、よく代表的なものとして紹介させていただいているものを、ちょっと2つ、はい、コメントというかお話しいただきたいんですけど、今日ちょうど、見本を持ってきていただいた、このスケジュール表ですね。短期その開講日から配布しているものだと思うんですけど、はい。これ、まあ、どんな感じで使ってたかとか、うん、あと、その、はい、どれくらい、その、消化するのに時間がかかったかとか、遅れがなかったかとか、そういうことをちょっと教えていただけますか？はい、わかりました。はい、このスケジュール表、1日ごとに書いてくださっているので、本当にこの通りにやろうとして、いました。大体その通りにできていたんですけども、はい、やっぱり遅れたり、ちょっと調子が出ないなっていうところで休んでしまったりっていうのもあったんですが、まあ、そうですね、一週間ごとに溜まっていくんで、まあ、その中で帳尻を合わせるようにするよう、そういうふうに使い方をして勉強してました。じゃあこの一週間の中で、なんとかこの中に書いてることを消化できるようにはしてた感じですか？はい、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ結構優秀ですよね。ありがとうございます。皆さんね、結構持ってこられるんですね、これ。遅れてるんですって。うん、2週間くらい遅れると皆さん持ってこられるんだけど、でも確かに大坪さん持ってこられたことないですもんね。遅れてますって言って。うん、そうだと思います。ね、はい、そうですね。であとこの書き込みがちょこっとあるんですけど、はい、このあたりの書き込みっていうのはどういう書き込みなんでしょう？じゃあ確か。この辺のなんか、あ、ちょっと見えますかね、はい、ちょっと今ですね。この辺のなんか、衣装 R2 から5×とか書いてある。あ、確か、ダメだった問題とか、うんうんうん、気になった問題っていうのをところどころメモしていたと思います。あ、なるほど、はい。そうですね。まあ、この中に書いてる過去問の範囲ですもんね。うん。うん、例えば、衣装 R2 から
2の5かな、これ。だから、令和2年の5番の問題が×で、なんかもう一回解くって感じなんですかね、はい、これ。自分に対してね、はい。そうですよね。なるほど。まあ、もう一回っても、ダイレクトに書いてるものとか、これなんか時間がちょっと書いてあるのとかあるんですけど、この時間は何なんですかね。はい。この時はきっと、勉強した時間を書いたのかなと思います。すいません、ちょっとあやふやだいぶね、これ開校してすぐぐらいのスケジュールですもんね、だいぶ昔。じゃあ、大体この1日のこの枠ですよね。はい、これをこう、消化するのにじゃあ3時間ぐらいって感じですか、うん、そうですね、3時間弱ぐらいだったと思います。うんうんうん、なるほど。で、論文の勉強は、ちなみに、何ヶ月、うん、何月ぐらいまでされてた感じですか、うん、はい。論文は、そうですね。多分、高橋ゼミが終わるまでやってて。うん、1月の夏くらいかしら、じゃあ。そうですね、それくらいですね。うんうんうん、で、そこで一旦じゃあやめたんですか？論文の勉強は、はい。そこで一旦止めました。うんうん、はい。で、担当にまあ集中されて、はい。で、担当試験の後にまた再開って感じですか？うん、そうですね。うんうん。なるほど。どうですか？ちょっとブランクって怖くなかったですか？うん、あ、すごい怖かったです。うんうん、ただ1月末で高橋ゼミの先生のゼミの終了で止めたんですけども、うん、合格ナビゲートゼミでも、うん、そうですね。それがありましたね。うんうん、実質3月上旬に書いたのが最後なので、うんうんうんあとはブランクは怖かったですね。うん、そうですよね。3月の上旬でも結局、3、4、5、3ヶ月弱ぐらいですもんね。うん、結構、今度再開した時どうでした？なんかその腕の鈍りというか、そういうの感じました？もう1回目は、もうすごい鈍ったと思いました。論文直前等でも受けられてましたよね。はい。1回目の、どんな感じでした？もう、あれっていうところでも、うん、手も動かないし、何書いたらいいのかは、うん、混乱してしまいましたし、うん、点数も何とも言えない感じだった。そうですよね。みんなまあ、ベーシックの子はみんなそうなので、うんうん、まあでもそれでもね、担当が、やっぱり大事なので、うん、うん、うん、いい状態じゃなかったのかなと思いますね。そうしましたら、もう一つ、N プロジェクトシートをお持ちいただいたんですけど、はい、これ、どんな感じで使われてましたか？はい。はい、これも特に担当試験の前に、ひたすら条文を読み込む時期があったんですけども、うん、そこで、まあ、ずっとこれを朝から晩まで見ながら。見ながら。大体ですか？このチェック事項は言えるぐらいになってました。待ってました、はい。素晴らしい。そうなんですよね。その状態になるともう大体皆さん受かる目処がつくんですけど、うん、初めでもあれじゃないですか。結構その短期素がこうまだ1回目で走ってる間って、うん、これ見てもちんぷんかんぷんじゃなかったですか？そうでした。そうですよね。はい、うんうん、何月ぐらいになったら大体これこう入ったなっていう状態になりました？うん、そうですね。うん、多分、3月、短期層が全部終わって、うん、その後、担当の当連があると思うんですけども、それをやっていって、総合会とか、模試あたりになってきたら大体分かってきたなっていう状況でした。うんうん、そっか、やっぱりそこまで我慢ですよね。我慢、ね、はい、と思います。そうですね。まあ、見事ね、1年で合格されましたけど、1年も、まあ、まあ、長いじゃないですか。うん、コースも、まあ、9ヶ月くらい走ってましたし、うん、はい、その中で、例えば、スランプだなとか、モチベーションが上がらないな、みたいな時期ってありました？うん、結構ありました。結構ありました。どういう時期にありました？そう思い出せる範囲で。まず、通常のコースと高橋先生のゼミが走ってる時は、土曜日が、まあ、かなりの時間。そうですね。9時間ですもんね。はい。体力がかなりきつかったっていうのと、勉強もなかなかやる気が出なかった、うん。疲れちゃって。あ、そうですね。というのが一つと、あとやっぱ試験直前ですかね。あ、直前にモチベーションが上がらない。実は担当試験の直前のゴールデンウィークぐらいの時に、なぜか、モチベーションがどうしても上がらない時がありました。すごい困りました。4月の、
中旬と下旬かな、2回ぐらい模試があったと思うんですね。あ、はい。あの辺の成績ってどうでした？その。あ、はい。模試の成績は39点を超えるようなところでした。あ、そうだったんですね。そしたらまあまあ、なんか安心しちゃったのかしら、そのモチベーションが上がらないっていうの。うん、もしかしたら安心もあったのかもしれないなと今から振り返ると思います。そこで勉強をしないといけないのに、どうも頭も動かないし体も動かないっていうのがすごくまずいなと思って焦った記憶があります。それがゴールデンウィークぐらいですか？はい。なるほどね。もうでもそう、その時期だと、もうあと2週間とかそんな感じですもんね。はい。まあでもね、担当点数良かったですよね。ありがとうございます。うん。まあ、そのモチベーションが上がらないまでも勉強はされてた感じですか？全く中断することはなく。それはなかったです。勉強はやってました。うんうん、はい、そうですよね。やっぱりね、長い時間かけて勉強するので、波がやっぱりあるんで、うん、じゃあ、その、モチベーションがこう落ちた時に、なんかその気分転換とか、うん、その、そういうのってあります？その克服したことって、うん。はい。そうですね。場所を変えて勉強するようにしました。多分、多くの方が同じところというか、勉強机があるかなと思うんですけども、そこで座ってやるんじゃなくて、立ってやってみるとか。立って勉強。同じ、勉強部屋でですか？しかも、昇降できる机。あ、はい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 。と勉強の途中で買って、立ち上がってやったりとか。へぇ、すごい。散歩しながら、覚えたことを思い出したりとか、うん、公園に行ってテキスト読んだりとか、うんうん、場所を変えて気分を変えてました。なるほどね。でも、確かに私のかつての受講生の方でも、はい、なんか電車の中がすごい覚える、はい、なんか覚えやすいとか言って、はい、本当秋葉原で降りなきゃいけないんだけど、はい、水道橋から秋葉原ってすごい短いじゃないですか。そうですね。それなのに、もう一回、もう一周回って、で、秋葉原で降りるっていうのをね、わざとやってる人いましたよ。すごいテクニックですね。うん。あとは、なんかカフェでなんか勉強するっていう人もいましたし、はい、うん、確かになんかその、環境を変えるっていうのはいいアイデアかもしれないですよね。うん、結構聞きました。聞きました。そっか。まあ、それはね、じゃあ、一つのね、方法としてよかったなと思いますね。なんか誰かにこう、常に相談する人がいたとかあります？一応知財部だから周りに面理士の方いらっしゃったと思うんですけど、はい、うん、スランプの時とか、なんか、ありました？はい、もう、ただこう、愚痴を聞いて、勉強が大変なんですってことを言って聞いてもらって、こう、励ましてもらえる職場だったので、すごい嬉しかったです。うん、なんか、今の受験生の方って、結構その、特許事務所だとか、うん、会社でも知財部じゃないところで勉強されてる方多いんですね。うん、そうすると、相談相手がいないというか、なんか言ってもわからない相手じゃないですか、その周りが。うん、ね。だから、環境ってやっぱりね、私大事だなと思うんですけど、うんうん、まあそういう意味ではじゃあ先輩がいらっしゃってよかったですね。そういう恵まれた環境だったと思ってます。うんうんうん、そうしましたら、まあ1年でね、合格されて、うん、で、全部、多分、されたことが、成功されたことばっかりなのかもしれないんですけど、うん、はい。何かその、これ合格の決め手なったな、みたいな、思ってありました？はい。そうですね。この、まあ、合格できたのは、本当にコース、うん、ベーシックコースを取って、それ以外のゼミとかも取らせてもらって、全部がこう、総合的に相まって、合格できたものかなと思うんですけども、うん、その中でも決め手かなっていうのが、うん、二つありまして、一、はいはい、つ目が、うん、先生がもう勉強の範囲をかなり限定してくれて、こう有限にしてくれる、無数にあるこう勉強の内容をこう有限にしてもらって、はい、そこだけ集中して勉強すればいい、というふうにアドバイスしてもらったりコメントいただけたので、そこを言われたことのみ徹底的にやる、っていうところが、もう一つの決め手だったかな、効率的に勉強できたからかなと思ってます。はい、ごめんなさいね。一個、その関連の話で、はい、私、講義の中で、四方対称条文に、こう、いろいろマーカーを引いたりとか、うん、あと情報転記するっていうことを、こう、講義の中で指示してますよね。うん、はい。で、
そうかと思って、もう改めてね、この受験生の方の、このアドバンスをこう見る機会ってあんまないじゃないですか。で、こう、ずっとこう講義しながら、はい、あの、これ情報転記とか言ってますけど、うん、改めて見ると結構ですよね、これ。付箋の数って。これ転記って指示したところの付箋ですもんね。そうですよね。はい、だからこれをね、ここ点とか書いてるところもそうですけど、うんで、これを、要は、四法対象条文に、そうです。こう、ね、情報を集中させて、で、読み込むっていうことを、はい、まあ、じゃあ、やってたってことなんですよね。はい。そうです。なるほど。まあ、それがね、こう、うまく書けてるからいいなと思うんですけど、あんまりこう、なんだろう、やりすぎてもね、読み込み、こう、切れないというか、うん、それがやっぱり私は一番怖いなと思ってるんですよね。うん、なので、まあ、受験生の方に一番ね、そこ大事にっていうところが多分きちんと伝わって、それを実践していただいたので、うん、合格ね、されてよかったなと思うんですけど、あともう一つ、二つ目の、はい。もうひたすら条文に立ち返るっていうことが二つ目かと思ってます。高校受験とか大学受験の時って、過去問勉強することをよくやってたんですけども、この先生の講義で、過去問というのは条文をしっかり見ましょうっていうところだったんで、はい、過去問はあんま使わないのかと思いつつ読んでいったんですけども、そのおかげで、新しい問題が出ても、今後条文に立ち返って要件を当てはめていけば、焦らずに、自信を持って回答できたなと思っていて、うん、この条文に立ち返るっていうのが決め手だったかと思います。でもあれですよね。今おっしゃったように、はい、今までの、その、学生時代の勉強とか、うん、あと、他に何か資格試験って受けられたことあります？そうですね。危険物取扱者とか、そういうやつ。なんか他の資格試験って、割と過去問重視じゃないですか。過去問から出たりするんですよね。はい、うん。だから、割ともう過去問から入りましょうっていうのは王道だと思うんですけど、うん、ただ、ネギシのね、こう、試験は、試験の先生は本当すごいなと思うんですけど、うん、毎年毎年あんなに新作をね、はい、うん、出してくるのすごいなと思うんですけど、うん、やっぱり条文をベースにしないと太刀打ちできないところありますよね。うん。うん、でもね、なかなか、大坪さんのように、そこをちゃんとこう、うん、なんだろう、弁理士は違うと思って、ちゃんと、うん、いくら私が、こう、中も言ってきましたけど、でも言っても、やっぱり、うん、ね、通じる人と通じない人がいるので、うん、うん、ちゃんとそこを実践されるのがすごいなと思います。ありがとうございます。うん、逆に、なんかこれ、はい、なんかやったけど、やらなくてよかったな、みたいな、失敗みたいなのあります？その一年の中で。そうですね。まあ振り返ると、うん、無駄なことはなかったなって思います。なかったからまあでも、その時間で合格されたのかしら。そうですね。これやんなくてよかったなっていう。うん、なかったですか？そこまでいらなかったなとかもありますね。そういうのなかったです。なんかね、私、自分自身が、条約オタクだったんですよ。受験生の時、はい。で、講義の中でもなんか言ったかもしれないんですけど、うん、PCT が、その今半分占めるんで、はい、まだ今だと、今の受験生だったとしたら自分が、勉強法としては別に間違ってなかったと思うんですけど、はい、当時は2、3問だったんですね、私の時代は。で、しかも足切り制度がないので、別に条約0点でもいいわけですよ。他が結構できてれば。はい、うん、そんな時代に、PCT オタクで、特に、はい、もう PCT の、もうあの規則を全部読み込んでたんですよ。余白何ミリとかそんな世界まで全部読み込んでて。でももうね、受かったら、あれは無駄だったなって、やりすぎたなと思ってるんです。で、条約はもう、だからあんまり間違えたことがない、特に PCT は。間違えたことがないっていう状態だったんですけど、でも、いらなかったなって、そんなにいらなかったなと思ってるんですね。うん、そういうのないですか？なんかやりすぎたな、みたいな。そうですね。まあ、しいて言えば、ちょっと著作権に時間使いすぎたかなっていうところ、ね。著作は結構取れました？じゃあ。4点ぐらい。まあまあ、でもね、難しい年だったから。じゃあ、うんうん。そっか、なるほどね。ありますよね。で、著作は、結局、担当でおさらばなんでね。うん。うん、必須、でも、まあ、選択でもないしね、今はね。うん、なので、まあ、確かにね。うん。
じゃあ、周りに、はい、まあ、あんまり、去年のベーシックの方、長い方いらっしゃらなかったけれど、はい。なんかその、合格されて交流とかあります？なんか、長くかかってる受験生の方とか、周りにいらっしゃいます？合格者の方とかで。そうですね。1年合格じゃない知り合いの方は何名かいらっしゃいます。うんうんうん、あんまり言いにくいかもしれないんで、言える範囲でいいと思うんですけど、はい。なんかその、長くかかる人と、一発で受かる人の違いってなんだと思います？そうですね。うん、ちょっと長くかかっ、そのベーシックになかった人っていうのが一問一年でもなかった人っていうふうに見る、うんうん、見てもですね。いや、ちょっと、全然差が分かんなくて、なかなか。なるほど。まあそうですよね、はい。そんなにね、分かんないですね、何年かっていうの。そう。みんな蓋つけてるわけじゃないからね。すいません、何が。じゃあ一発で受かった人たちの中で、はい、なんかその共通するなんか特徴みたいなって感じることあります？はい、そうですね、なかなかちょっとコロナ禍とかもあって、お話しすることが少なくて、うん、少なかったんですけども、うん、そうですね。なんか、例えば、うん、なんだろう。その、結構、その、バサバサ切っていくタイプとか、うん、その、なんか、こう、割り切りがうまいとか、私なんか一年合格の人たちに共通してるなって感じることが、はい。うん、はい、割とこう割り切りが上手な人が多いと思うんですね。いろんなことにあんまりこだわりすぎないっていうか、うん、そういうタイプの人たちがやっぱ一発で多いなって感じるんですけど、うん、そんなことないんですか？その自分の勝手な印象だとこう、うん、シンプルに物事を考えてやってるんだろうな、かなっていうふうに思ったりはしました、うんうん。なんかこれいりませんよって言っても、なんか気になることとか結構出てくるじゃないですか、人間だから。うんうん、はい。でも、例えば、でも先生いらないって言ったからもういいや、みたいな、うん。なんかそういう、こう、バッサーバッサーこう、時間がね、やっぱりこう有限なので、うん、その中でこう優先順位つけるのがうまいっていうか、うん、なんかそういう人が多いなって思うんですよね。そうかもしれないです、うん。私はね、自分が3年かかってるんで、やっぱなんかその原因の一つは、ちょっとその余計なことを結構やってるんですよ、PCT にしろ。うんうん、だからそういうところが、やっぱり、一発の方とはちょっと自分の受験生時代ね、考えた時に違うなと思ってね、なんか、うん。逆にその差を感じるから、そこが必要なんだっていうのをね、やっぱり、ベーシックの方には強く言うんですけど。そしたら、なんか、逆に言い足りないことあります？ぜひ言っときたいみたいなことあります？やっぱり本当にさ、昨日、決めて、と言わせてもらった二つですね、うん。先生に有限にしてもらった範囲の完成度をひたすら高めるっていうことと、うん、条文に立ち返るっていうことをやればきっと合格にすごい近づくと思うんで、うん、そこはとっても大事なところだと思いますってことを伝えたいです。うん、なるほど。一年でね、合格するために、私自身が考えるのは、そのコースの中で、はい、やっぱり担当対策の方が結構、主というか、比重が大きいと思うんですよ。うん、ベーシックは、はい。で、中上級のコースになるともう本当半々なんですね。結構コマ数とかも大体同じなんですよ。うん、はい、で日曜日の、なんだろう、午前中担当、午後から論文みたいな感じの組み方をベースにしていくので、はい、大体まあ 50% な感じなんですね、一生としても。はい、だけど、ベーシックだともう7割、8割方結構担当対策ってイメージで、うん、論文を結構その一発で受かるっていうの難しいなって思ってるんですね、うん、そのベーシックの方。よくだから合格されてすごいなと思ってるんですけど、で、その中で、はい、この、私も受験生時代に作ってたので、この論文ノート、私はコメントノートっていう自分のは読んでたんですけど、はい、これってどんなことをこう書いてた感じですか？あんまりあれかしら、あんまりいっぱい見せるとはいいのかもしれない。大丈夫ですよ。高橋先生のゼミの時に配布してもらって、そこのゼミで気になったところっていうのを全部じゃなくて、うん、本当に何個か心に残ったところとか先生が大事だよってしたところをこう持っていくような使い方をしてました。これは、どんなタイミングで、見直すというか、そういうのはどういう使い方をされてたのかしら。
あ、そうですね。まずはこの中橋先生のゼミが9月から1月ぐらいまであって、うんまあ、そこでまあいろいろ記録を残しておいて、で、論文直前答練があると思うんで、うん、そこでまた同じように記録をしていって、うん、で、論文試験のその直前のタイミングですかね、うん、そこでもう一回バーッと見返して、うん、こう自分が間違ったポイントとか、覚えなきゃいけないことっていうのをおさらいしたという使い方をしてました。うん、なるほど。なんか私の印象だと、一回指摘としたことを、なんかあまり繰り返さないタイプだったなって思ってて、やっぱりこういうことのこう見直しが役に立ってたんですね、じゃあきっと。そう言っていただけると嬉しいです。やっぱり論文って、こう、採点が、その答案用紙の中にはね、こう、コメント出てきますけど、うん、結局それ全部答案持ち歩くわけじゃないから、うん、やっぱりこうやってコメント残すって大事ですよね。はい。そうしましたら、いろいろお話を伺ってきたんですが、じゃあ最後に、はい、ご自身の今後の目標と、うん、で、あと、これから、弁理士試験に挑戦される受験生の皆さんへ、はい、メッセージをいただけたらなと思います。はい。今後の目標なんですけども、はいまあ、これまで勉強してきたことを、これをベースにして、まあ、よりこれからも勉強して専門性を高めて、今の知財部門におりますので、その中でしっかり業務に生かしていきたいと思っています。はい今回かなり、レクの方々、先生方、そして、まあ、職場の皆さんであるとか、あるいは家族の方、家族とかですね、うん、多くの人に関わってもらって、まあ、相当支援していただいたので、最終的には何かの形で、まあ、恩返しでいけたらいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ね、なかなか、一年で合格することって難しかったと思うんですけど、うん、確かにまあね、環境も大事ですが、まあ、一番ご自身の努力なので、はい、うん、本当に素晴らしかったなと思っています。じゃあ今日は、はい、今日はどうも貴重なお話をありがとうございました。どうもありがとうございました。